ボタンタケモ目は、死キンモン、ふんたまカビズナに属する、目の一つ。肉座ン目とも。例外もあるが、死の角の明るい色が特徴であり、黄色や大色、赤色をしている。典型的なものでは、肉質で鮮やかな色の小座を形成し、これが肉座ンという名の由来である。重化におよそ240属2700種を含む。 2014年末の時点で編纂されたアウトライン・オブ・ソーゲリア・マイシッツによれば、以下の属はボタンタケ目の中での位置が確定していない状態である。1844年、玉ビ目に肉座ン化として認識された分類群が1897年に目へと格上げされたのが始まりである。20世紀前半には肉座ン化と赤粒竹カの二化に分けられていたが、 20世紀後半には、肉座菌化一化にまとめられた。20世紀末になって、分子情報が利用可能になると改変が進められ、元来の肉座菌化は、死脳胞子の形態と死脳核の色素変化を指標に、ボタン竹タか、ベニアーツブ竹か、ビオネクトリア化の酸化に分割され、さらにバッカク菌化とニエスリア化が含められた。2007年に、バッカク菌化が、 バッカクキンカ、ノムシタケカ、オフヨコルジケプスカの参加に分割された後、2014年にスタキボートリスカ、2015年にティラフリダイューカとフラマクティウラッチカが設立され、現在に至る。ありがとうございます。